本日は地に効くツボ3つを中心に施術していきます。一番は百会ですね。この耳の方から、あと鼻のここですね、耳の両てっぺんのつなげた線と鼻の線とが交わるところですね。ちょうど頭のてっぺん、ここが百会になります。これは余計な力みがあったりですとか、体に歪みがあると結構痛いツボになります。どうですか？そうですね、気持ちいいです。あ、気持ちいいですか？はい。この百会のツボはこういうふうに指で押してもいいですし、ちょっとゴルフボールとかを当ててぐーっと圧迫したり、ヘアブラシとかでこういうふうに叩いたりしてもいいですね。割と押しやすいところなの で万能ツボでいろいろな症状に効きますので、頭痛の時ですとか、目が疲れた時とか、いろいろなシチュエーションで覚えておいて損はない場所ですね。はい、次交際ですね。交際はこの肘の曲がり目のところから指3本分ほど、幅3本分下ですね、で親指側ですねのツボですね。このあたりですね、ここが交際のツボになります。はい、この交際のツボは地に効くツボでもありますけれども、咳を鎮めるツボでともとしても知られています。楽しいね、のみちゃん。あ、気持ちいい。背景のツボなので、まあ咳を抑えるという効果もあるんですね。で、背景と大腸経というのが陰陽の裏表の関係ペアになっていますので、地に効くツボでもあり、咳に効くツボでもあるということになるんですね。で、反対の方も行いますね。よいしょ。肘の曲がり目のところから3本分、幅3本分下で親指側、ここですね。ツボを探すときは特にこの硬い場所、響く場所、骨際というところを探すようにして押していきますね。硬いですね、凝ってますね。気持ちいいです、すごい、はい、痛気持ちいいです、ね。まあ、腕のツボですので、手が疲れてるとき、腕が疲れてるときにも効果的になります。非常に硬いですね、今彼女は、ね。モデルさんちょっと肺もあんまり強くね、咳が出たりとかしやすいということなので、このライン上、背景のラインに沿ってですね、背景はこの親指からこういう形で上がっていくような走行ですので、このライン上を押していくと呼吸器系に効いてきますね。
と崑崙ですね、足のツボです。ちょっと反対になってもらった方がいいかな。でうつ伏せになってもらって、崑崙はこの外くるぶしのすぐ横ですね。ここが崑崙になります。どうですか？痛すぎます。痛いですか？はい、はい、この崑崙のツボは腰痛ですとか、めまいですとか、いろいろな多岐にの症状にわたる効果があるとされていますね。痛みを気や血の巡りを整えて良くして、さまざまな体の不調を改善するということになりますので、まあいろいろな痛みを和らげたり、冷えとか足のだるさなどにも効くとされていますね。こちらですね、外くるぶし、小指側のくるぶしのすぐ後ろといいますか、かかと寄りですね、ここに崑崙があります。こっちも痛いですか？はい。で、あとはポンと決まったわけではないんですけれども、腰やお腹をブチブチだ。特にこう、張りがある方はそちらもほぐしておくと痔の改善に改善作用があると思います。お腹側ですね。はい。なので一応膝立てていただいて、はい、お腹の方はあんまり強く押したりすると痛いんで、様子を見ながらゆっくり。特に便秘がある方はお腹のマッサージもやっておくと効果的ですね。モデルさんの場合は便通は悪くないそうなので、それはそんなにここではお腹はそんなにやらなくてもいいかと思いますね。はい。あとちょっともう一回うつ伏せになってもらって、ちょっとなんていうのかな、お尻立てるような感じで膝曲げていただいて、そうですね、こういう姿勢とってもらって、この仙骨周辺に振動を与えるような刺激をしておくと、肛門周囲の鬱血が取れますのでいいですね。まあ、一時しのぎ的な感じで
まあ、一番いいのはやっぱりよく温めることとかになるんですけど、これ辛くないですか？はい、はい、あのそういうところを、まあ、自分でもちょっと軽く叩いておいたりですとか、あ、大丈夫ですよ、はい、まあ、このお尻をちょっと厚めのお湯につけるようにして、しばらくこの肛門周囲を温める尻湯っていうのも効果的ですね。はい、以上になります。